いてキッチンをご紹介します。今回キッチンはリクシルさんのシェーラという商品を採用しておりまして、上の2段はオープン収納になっているので、今流行りの見せる収納でお部屋をよりおしゃれに演出できます。また今回は天井高が 3.7 メートルございますので、遊び心のあるロフトも設けております。高さのある収納として使用していただくことも可能です。続いてリビング横にある洗面室をご紹介します。洗面室の方が2畳の広さとなっておりまして、今回洗面台の方にはリクシルさんのピエラという商品を採用しております。底が深いボウルとすっきり収納できる三面鏡が特徴の商品となっております。洗面台の隣には洗濯機パンと、上の方にガス衣類乾燥機を設置しております。続いて洗面室の隣のファミリークローゼットをご紹介します。ファミリークローゼットは約3畳の大きさとなっております。こちらは可動式の棚板になっておりますので、収納するものの大きさによって高さを変えられるようになっております。ファミリークローゼットの奥にはちょっとした物干しスペースをご用意しております。乾燥機に入れたくないものを干すスペースにはちょうどいい大きさとなっております。続いて浴室をご紹介します。浴室の方はマンションやアパートより広い一坪タイプの浴室となっております。また今回パネルの方はブラックを選択しまして、落ち着いた雰囲気の浴室となっております。続いて中庭をご紹介します。広さは約6畳となっております。床にはタイルを使用しており、水に強くメンテナンスなどもしやすくなっております。また道路に面した部分には花ブロックを使用しているため、人目を気にせず遊ぶことも可能です。最後に屋上の遮熱塗料のご紹介です。屋上には今回オプションで遮熱塗料を塗っております。これを塗ることで塗ってない状態のコンクリートより厚さを10度以上抑えることができるので大変おすすめです。いかがでしたでしょうか。本日ご紹介したのはサイアスホーム建売住宅23坪のお家でした。コンパクトながら広く見える工夫や高さを生かし、収納としても使えるおしゃれなロフト、また要所要所で使われる自然素材が一段と魅力的に感じましたね。今回は動画でご紹介しましたが、こちらの建物を実際に見学していただけるとさらに魅力を感じられるかと思います。また建売住宅や宅地の情報は弊社の不動産部門リゾデザインで配信中です。会員登録をすると一般公開前に物件情報が届きますので、ぜひご登録ください。今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画を見てもっと詳しい情報を知りたいと思われた方はお気軽にお問い合わせください。また他の物件の写真や情報はホームページやインスタグラムなどをご覧ください。これから他の物件の情報もどんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。
サイアスハムは皆様のご来場を心よりお待ちしております。行くんだって思ってる。